はい、では今日も社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。今日は188日目になります。今日は顧客満足度を評価に入れようということです。評価というのはこの人事のですね、評価になります。社員の人をこう評価する時の評価項目ということです。で、まず、この顧客満足ということと売上という観点についてちょっとご紹介したいんですけれども、顧客満足度が高いからといって必ずしも売上が上がるわけじゃないと、いうことはね、ちょっと言えるんですよね。で、これちょっと短期的な話と長期的な話に分けないといけないんですけども、少なくとも短期的にですね、考えると売上が上がっている会社っていうのは別に顧客満足度が高いとは言えないと。で、逆に、顧客満足度が高いからといって売上が上がるわけじゃないということがですね、実際問題としてあります。これ、私が会社員生活、4年だけですけども、ずっと営業の仕事やってきてまして、あと独立してからもですね、比較的、どちらかというと販売の仕事の方に携わっていますので、ずっと顧客対応をやってきたわけなんですけども、その経験が踏まえてもですね、顧客満足度が高いからといって売上が上がるわけじゃないということが言えます。ただ、それはあくまで短期的な話であってですね、長期的に考えるとですね、この顧客満足度と売上っていうのはほぼ比例していると、いうことは言えるかなと思います。それなぜかというとですね、当然ながらその顧客満足度が低い会社っていうのは、リピートもされませんし、紹介もされないということで、基本的にずっと新規の開拓をやっていくわけですよね。で、その新規がですね、大体こう一巡しちゃうと、もう売り先がなくなっちゃうので、売上が頓挫するということもありますし、その業界内で悪い評判が広がってってですね、そういう新規が取れなくなって売上が下がるということが、あるわけです。なので、短期的にはですね、顧客満足度と売上っていうのは比例しないんですけども、長期的に見たら比例するということが言えると思います。そういうわけで、この顧客満足度っていうのを高めていくことが、会社を長期的にこう反映させていくことにつながるんですけれども、ここまでね、ほとんどの社長が納得するというか、同意をしてくれるかなと思います。そんな前提の中で今日の話になるんですけども、ほとんどの社長、真面目な社長はですね、その顧客満足度っていうのを大事にされているかなと思います。ただ、それがですね、社内の評価項目として入ってるかどうかっていうところには結構ね、疑問があるんじゃないかなと思います。で、社長はですね、よく言うのが、その自分がやってるほど社員がお客様に対してこう丁寧に接してくれたりとかですね、顧客のことを考えて行動してくれない、ということがあるんじゃないかなと思います。で、これなぜかと言いますと、社長とですね、社員の人の評価のされ方の違いにやっぱ違いがあるんですよね。で、この評価のされ方っていうのを、今回ちょっと単純化するためにですね、お金がもらえるってことにちょっと焦点を絞りますけれども、社長というのは、顧客満足度があれば、長期的にはその会社の売上が上がって、業績が上がって、で、自分に対する給与も増えるっていうのは、社長はね、もう誰でも分かりますよねと。社長はこう自分の会社のですね、お金を自分でコントロールできるわけですから、顧客満足度が高い、会社の業績が上がる、自分の給与が上がるっていうふうに、もうこのラインをですね、一直線でこう理解できるわけですね。だけれども、社員っていうのはそうじゃないということなんですよね。社員の人は、必ずしも顧客満足度を上げたからといって自分の給与が増えるわけじゃないと思うんですよね。で、ここに根本的な、違いがあるということなんですよね。なので、今日のテーマとしては、その社員の人がお客様満足度を高める、顧客満足度を高める行動、言動をしたときに、ちゃんとそれが評価されてですね、自分の、その給料なり、待遇なりにこう反映されるっていう、その道筋をやっぱり示してあげないと、社員の人っていうのはそういうふうに行動しませんよというお話なんですよね。これ考えてみれば当たり前なんですけども、なかなか社長からね、自分で気づかないんですね。社長はもう顧客満足度が上がれば、自分の給料上がるっていうのも、頭ながら分かってますけれども、社員の人はそうじゃないと。いうところになかなか気づかないということです。で、じゃあ実際にこれどうやって結びつけるかと、社員のその評価と顧客満足度ですね。これ、大きく分けると2つに分かれるかなと思うんですけれども、1つ目は直接的な方法で、顧客満足度を何らかの方法で測って、その数字をですね、要は直接社員の評価項目に入れてしまうというやり方ですね。これ、前に紹介した顧客満足度を測るやり方でやっていただくと、それができるかなと思います。で、もう1個は、間接的なやり方なんですけれども、その顧客に対して貢献するっていうことを、会社のこう理念にちゃんと入れてあげるということですね。
これ僕らのやり方で言うと、コアバリューっていうのに、その顧客に貢献するっていうようなことを入れるですね、例えば。で、それでそのコアバリューをどれだけ実現できたかということで、社員の人事の評価が決まるというふうにしてあげれば、間接的に顧客に貢献すれば、自分の給料上がるっていうふうに社員の人は理解できるということなんですよね。まあ、こんな感じの方法で、その今日のテーマをね、実現できる方法がありますということです。で、この顧客満足度とですね、社員の評価を結びつけるっていうのは、言われているよりはめちゃくちゃ簡単というか単純な話なんですけど、まあ、さっき言った通り社長はなかなかこれ気づかないということなんですよね。なので今日はちょっとその話をさせていただきました。ぜひ自社のですね、その体制っていうのを見直してみるといいんじゃないかなと思います。ではまた明日お会いしたいと思います。